カズ、せーの、ヘンテコリンということで、はい、なんとね、皆さんに秘宝があります。なんとね、オープニング撮り忘れました。はい、ということでこちら後撮りなんですけど、本日の企画は、はい、メンバーにビジネスカップル解消を伝えてみたです。はい、それでリリカはね、どんな反応してくれるのか、いや楽しみです ね、これは。はい、こちらはね、どう反応してくれるんだろうな。いや、もう、ね、後撮りなんだから。あ、そっか。はい、縁起桃花出ました。はい、縁起桃花。まあ、結構面白い反応してくれましたので、ぜひそれは最後まで見てくれたら嬉しいです。それでは、そちらにレッツラーゴー。ヘンテコリン。俺と桃花からちょっと話ある。うん、桃花から言っていいよ。言っていいよ。なんで早く言って。言って無理。言って。めちゃ無理。なんでいいよ、言って。何よ。早く言って。やで。まあ俺と桃花なんだけどね。うん。いいよ。何だと思う。何だと思う。分からへん。結構ね、大事な話。うん、俺とも喧嘩した。喧嘩してこのノリだったらやばい。喧嘩してないよ。え、いい話？悪い話？まあいい話、わかんない。微妙。微妙なの。受け取り方次第。受け取り方次第。そう、本当にそう。受け取り方次第だね、これは。答えは？何と思う？分からへん。自分で考えなきゃ。妊娠させました。なんでだよ。絶対ないやろ。捉え方によっては違う。メスかも分からん。あ、ビジネスカップルおしまいします。おお、正解。そう、無理なの。ガチ？え、正解もガチの。ガチ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 。正解です。なんなん。カズマも終わり。なんでなん。カズマ解散。解散します。じゃあ、今からリアルで終わるってこと。ん？どういうこと？ビジネスカップルやって。うん、違う、もう恋愛とかじゃなくて、普通に二人の恋愛もそういうの。絡みはありません。二人の絡みが一切なくなるの？いや、一切か分かんないけど、まあ。ビジネスカップルってビジネスカップルではなくなる。まあ、ももかのさ、やっててどういう気持ちになったからやめることか。嫌な気持ちになってたの？まあ、それはそうだね。まあ、そうだね。うん、え？カズも？うん。え？そう？嫌な気持ちっていうのはちょっとなんか言い方が違うけど、なんか経緯から言うと、まあ2本目で俺と桃花がバズったじゃん、まあ、それのノリでね、でやってって、その中でまあ恋愛のさ、絡みとかあるわけ、男女の、まあ、お互いにとって、ね、あんまよろしくなかったね。メリットとか言い始めた。メリットがなかったの。いや、で、ちょっと、でもそういうなんか、お互いやりたいこともあるわけで、うん、だったり、まあ、あと単純に、うん、その恋愛のきっかけによる相性として俺と桃花が合わないっていうのは、まあ、仲悪いとかじゃなくて、うん、分かるよ分かるよ分かるよ、相性合わないのはもう分かるよ、うん、いや違うの、でもね、逆なの、似た者同士すぎて。え、似てるの？だお互いね、とてもプライドが高いわけさ。うん、そこでさ、噛み合わなかったりするじゃん。だからこう恋愛とかもやってて、ちょこちょこあると思うところあるんですよ。だってなんだこいつみたいな。なんだこいつ、なんだこいつ、まあ、そういうのがいろいろあったりするっていうこと。あ、3人で仲良くやりたいっていうのもあるわけ、うん、俺は、うん、カズモもリリカ2位だからって、なんかあんま俺ずっと良くないなって思って、うん、2人で撮ってる人じゃん、うん、なんか違うなって思っててずっと、うん、リリカがいる方が円滑に回るっていうのもあるぶつかり合うから俺とモモカが結構面白いんだけど、あ、そうなんよ、でこぼこした感じが、うんうんうん、でも動画撮ってない時がね、どちらかって言ったらそうじゃない。そんなことない。いや、そんなこともないんだけど、動画撮ってない時のが面白いかもしれない可能性もあるぐらい結構ぶつかり合ってんだけど、まあ、それは全然いいんだけど。焼肉、うん、あん時も思った、似てるんやろうけど真逆やん。なんなんだろうね。似てるとこもあるからさ、ぶつかるしさ、真逆やしぶつかるしさ、もうなんかダメだダメだダメだじゃないけど。楽しみ。どう思ってた？ちなみにカズも初めは、あ、リリ呼ばれてないと思ったけど、ハブられてるとかは全然分かった、うん、すごくなりで会ってたの。うん、すごいすごい。でもさ、それがなくなったらさ、この後引っ付くことはない？ん？この後引っ付くことはない？ない。ない。
悪いがないね。俺ら的に 100% ないよ、ここ。もうなんかね、100% ない。気づいた、 100% ない。あ、そうなの。お父さんとチューできる？もうできない。お父さんベルチューできる？できない。それやらされてる感じ。絶対それは違うでしょ。その感覚、そういうなんかね、やっぱ結構近い存在になったからこそ、そういう嫌悪感がね、お互い生まれるんだよ。妹みたいな感じになっちゃったの。そこに近い。いや、別に仲悪いってわけじゃなくて、ちょっと無理って感じ。お互いね、お互いね。お互いちょっと無理っていう。別にその4ヶ月間が無駄だったってわけじゃなくて。うんうん。でも途中から絶対この2人が付き合うことはないなと思ったけど。最初は？最初はマジであると思った。最初は、あ、もうなんか1ヶ月後とかにはもう付き合ったんやろなって思ってた。嘘だ。残念。え、だってさ、初めて会ったハンバーグの日もさ、一緒に2人で帰ってん。うん。あれはね、帰り道が同じだっただけ。わかる。帰り道が同じやけど、うわ、これワンチャンあるなって思って。そんな感じでやっていくんですけど、はい、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。とりあえず、風間というものはなくなりました。なくなります。はい。ということで、はい。ドッキリ大成功！何のドッキリ？カズママがなくなるっていうことがドッキリ？そう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 。え？カズママは？なくなんない、なくなんない。え？嘘嘘。何が嘘？怖い！あ、人間欲しいな！人間欲しいな！ごめん、嘘、ドッキリ嘘。ドッキリが嘘。ドッキリ嘘。ダミー、ダミー。怖い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 。ダミードッキリ。ドッキリドッキリ。ドッキリだ。待って待って。ドッキリ。子供がなくなる。混乱してる。混乱してる。ユリカ混乱してる。じゃない。子供がなくなる？なくならない？なくなる。え？ドッキリが嘘。ドッキリがドッキリ。がドッキリ。あ、なるほどね。じゃあなくなるのね。なくなる。オッケー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 。混乱してる。三人で頑張ろうぜ。頑張ろうぜ。俺たら裏の報告今の撮ってないやん。撮ってるよ、隠しカメラ。ああ、言ってなかった、隠しカメラそこにある。あ、これえ、イエス。いいやん、でもん、いいと思う。いい、うん、確かに確かに黙るよ。ということで、新しくなったヘンテコリーズをよろしく。終わりか、よろしくよろしく。